イギリス領、バージン諸島ブリティッシュバージンアイランズイギリス領、バージン諸島はカリブ海の西インド諸島にあるイギリスの海外領土である。バージン諸島の東側半分。西側はアメリカ領、バージン諸島。東には英領アンギラがある。正式名称はブリティッシュバージンアイランズ。略語はブビ。日本語の表記はイギリス領、バージン諸島。 イギリス領、バージン諸島、英領バージン諸島、英領バージン諸島など、1493年にクリストファー・コロンブスにより発見され、1648年にオランダ人が植民を開始したが、1672年にイギリスに併合された。イギリスの海外領土の第三類系に属する。イギリス女王の代理人である総督が、 本国から離れた現地において国家元首としての儀礼的職務を代行する。議会は一員制でレジスレイティブアセンブリーと呼ばれる。全13議席で9議席を小選挙区制選挙、4議席を大選挙区制選挙により選出する。任期は4年。2大政党制である。行政府の長である首相は議会選挙の直後、議員の中から総督によって任命される。 多数派政党の党首が任命される慣例となっている。国家はイギリスの国家と同じであるが、地域化として2013年に、アーウ美しきバージン諸島を採択している。詳細は、イギリス領、バージン諸島の方を、参照地図トルトラシマルオードタウン人が定住する島は16、で、小さな無人島が50近くある。主な島は、以下の4島、それ以外の島々は、 以下の小島で、少数の人が住む島もいくつかあるが、ほとんどは、無人島である。亜熱帯気候。貿易風の影響により、一年を通して気温は、摂氏25度から摂氏30度あたりで安定している。バージン諸島最高峰でもある政治山がある。経済は、西側のアメリカ領、バージン諸島と密接不可分の関係にあり、通貨も1959年以来、 アメリカ合衆国ドルが使用されている。産業は国民所得の約半分を観光業に依存しており、農業用地を確保できないため、ラム酒製造や漁業が行われている。世界的な租税回避地であり、2010年9月、英国のシンクタンクにより、世界第40位の金融センターと評価されている。人口の約8割は18世紀に、 アフリカ大陸から奴隷として連れて来られた黒人の子孫である。混血の村跡や白人も少数いる。2012年の国勢調査によると宗教を信仰している人の90%以上がキリスト教徒であった。主な宗派はメソジスト聖功会、チャーチ・オブ・ゴッド・カトリックなど、使用言語は英語、3つ空港がある。トルトラ島には、 空港はないが、すぐ隣にある、ビーフ島に、テラスビーレットサム国際空港があり、トルトラ島とは、橋でつながれている。バージンゴルダ島とアネガダ島にも空港がある。イギリス領、バージン諸島では、船の交通もよく、アメリカ領、バージン諸島から船で簡単に行ける。イギリス領、バージン諸島の紋章には、紀元4世紀のブリタニア出身の聖女であり、 ドイツのケルンの守護聖人である聖ウルスラの絵が描かれている。またその周囲には11個のランプが装飾として描かれているが、これはウルスラと共に殉教したとされる伝説の1万千人の乙女を象徴している。ありがとうございます。